ここに隠れます。あ、結構少ない。待って、あ、始まっちゃう。この辺、この辺。おーおお、結構ギア生きてんじゃないこれ。お、君って生きてる生きてる。これ浮いてるでしょ完全に。どうも皆さん、サバです。ペイということで、今回もスプラトゥーンクロもやっていきましょう。待って、めっちゃ声響くじゃん。待って、ドア閉めよう。しょということで今回もスプラトゥーン3クロもやっていこうかと思うんですけど、今回もね、スペシャルなし、ビーコンなしの塗りだけのね、スプラトゥーンクロもやっていきますよと。いや、マジでさ、毎回さ、動画撮るために言ってるけどさ、マジ引っ越してすっげえ声響くなっちゃったの。すっげえさ、動画編集中に気づきの気になっちゃってさ、毎回皆さんにごめんなさいって言ってんだけどさ、声聞き取りにくいですか？どうですか？この響き方。まあ、いずれはさ、吸音材っていう、トゲトゲのやつ買ってさ、壁に貼って、まあ、よくしようと思うんだけど、ちょっと今ね、お金がなくてですね、まあ、買えないんですけど、ちょっと、皆さん、ちょこっとだけで我慢してほしいですね。ちょっと待って、これめちゃめちゃ歩き回ってるけど、待って、ごめんなさい。待って、ごめんなさい。殺さないで！怖い、こっちだ。めっちゃ怖いです。何今の。ガン垂れて、何、すげえ集まってくるじゃん。めっちゃ怖かったよ、今。めっちゃガン垂れてきてるやん。で今回、若ビングシューティング持ってきたんだよ。若ビングシューティング。これ、インク管理がめちゃめちゃしやすい、この武器。だから、今回使っていこうかなと思うんだけど、いや、スプラ隠れんぼはでも、この武器持ってくるだけで勝ちますから。てか、サバさんね、まずスプラトゥーン3になって、まあ、全員キルできてないんですよ。ちょっと今回やりたいね、マジで。さあ、そろそろ始まりますけども、いきますよ。3、2、1。いけ！ここ行くね。絶対ここら辺に人、いるかな？まずここ塗っていきます。しっかりね。いないか。あ、待ってね、これ結構ね、マップが結構、なんていうの？なんか複雑っていうか、わかんないのか、だって、2の頃は結構全体的にさ、濡れた気がするんだけど、3になってからさ、なんか、ダメなんて、ダメダメなんですよ、サバさん。コメント欄でもさ、サバさんすごい雑魚ですね、とか来てさ、は、何それっつって。まあ、実力をね、隠してるだけですからね、ええ。あ、おー、いたまあ、知ってましたけど、まあ、知ってましたけどね、そこにいたの、プフーね、プフー、そこにいたの知ってましたけど、ちょっと余裕を持たせましたね。遊びってのは大事ですからね。人生に遊びってのは大事ですから。残り1分44秒しかないですから、急げ、マジ急げ。とりあえずね、自陣塗り固めるわ、ちょっと。結構痛い、いそうなんですよね。今回さ、参加してる人たち。サバさんの動画結構見てくれてる人だけど、結構ね、もう長い間、2年くらいサバさんの動画見てくれてる人なんだけどさ、怪しいね。こういうところでいそうなんだよな、こう壁。結構ね、金目鯛美術館。こういう壁塗れますから。ここいないな。ここでさ、なんか、いそうじゃないこれ、普通に。上。いないか、さすがにいないか。さあ、あと残り1分17秒。全然、まだ時間はある。大丈夫。ただちょっと焦りつつ塗っていきます。急げよ。いやー、こういうところがいそうなんだよなー。いないか。いないね。オッケーオッケー。で、ここ左も塗ってって。ちょっとスポンジも気をつけよう。スポンジ気にします。いないね。ここもいない。オッケー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 。いや、マジ全員キルしたい。今回全員キルしたいですから。いや、ほんとにちょっとペース上げていく、ペース上げていく。ペース上げていきます。ここいないいないいない。ここ、ちゃんと塗る。角っこもちゃんと塗る。オッケー。いないです。ちゃんとしっかり塗る。いそうなところは全部塗っていく。で、ここ、壁セミしてないか、ちゃんと見る。セミって知ってます？こうセミみたいな、あ、はいはい、セミ見つけましたー。はいー、ありがとうございます。カニパン .jp、はい。私にはセミが効きませんからね。はい、こう、セミのようにね、こうやって壁に潜伏するっていうね、戦法なんですけど、私、サバさんには絶対効きません。反省してください。これ、なんで負けたかね。お家でね、なんでも反省してくださいね。ええー、ってことで、待って、時間ない！やばい！人に反省しろとか言ってる場合じゃなかったわ。まずいて。やばい。本当にやばい！時間なさすぎでしょ。あ、もう、あ、はい、ごめんなさい。お家に帰って、僕も反省します。やばすぎて全然濡れてる。さあ、ということで答え合わせやっていきましょうか。見つけなかったね。こう、ゼリーとセイ。もうなんか二人とも名前なんかむず、なんかもう似てるからわかんなくなるやん、これ。ゼリーとセイがね、見つけなかったんだけど、どこいたんだろう、マジでわかんない。まあ、自立側だと思うんだけど、サバさんの予想的には。さあ、ちょっとセイ見ていきましょうか。あ、セイ、これさ、絶対さ、こう、角っこでしょ。お、違う。あれ？どこ、え、待って、そこ行くってこと？鬼狩り筋ってこと？嘘。え、なに、え？え？ちょっと待って、あれ？待って、そこ塗ったと思いますよ、私。言っときますけど。
ねえ、ゼリー絶対嘘ついてるわ。マジでゼリー絶対嘘ついてる。視聴者のこと嘘つき呼ばわりする実況者、今までいたでしょうか。いや、マジか、そこいたの。え、全然わかんない。え、マジ塗ったつもりいたんだけどな。しかもあ、待って、え、そこいけんの？マジ？え、強くないここ普通に。わかんない。もう、待って、マジで、あのね、新マップマジでわかんないんですけど、皆さんわかります？うわ、マジで？そして、めっちゃうなずくね。めっちゃうなずくね。わ、せい、そこいたのね。ゼリーがここにいたと。マジか。うわ、マジで。鬼がリスポーン地点ってことだよね。ここにいるってことは。うわ、マジか。さあ、ということで、2回戦目、やっていきましょうですわよ。ということでですね、やっていきましょう。鬼はカニパン .jp ということで、さあ、いけ！ってわけでね、やっていきましょうか。残り時間3分までに自由時間ですから、隠れ場所探していきましょう。今回マジノープラン。いつもならね、散歩とかでさ、隠れ場所探してんだけど、今回はちょっとノープランでやっていきます。割とね、ノープランでもね、いいとこ見つかったりするからね。さあ、びっくりした。あ、自滅したのか。びっくり。急に、やっぱ急にワイパーズるとびっくりするよね。こことかさ、登れんのかな。あ、結構登れんのか、こう。しかもめっちゃ広いな、これ。めっちゃ広いぞ、ここの広場、リスポーン地点の。うわ、ここも使えそうだな。こっちを塗っておくか。いや、ここ塗れんのマジ強えわ。あの、探す場所増えるしね。うわ、ここも塗れちゃう。やばい。こことか行けないか、さすがに。上とか。うわ、行ける場所探すのも楽しいよね。これさ、まあ、どうなんだろう。この上とか登れんのかな？せーの、はい。届いてー！無理でしたー。そういえば、このマップでさ、結構やばいとこあったよね。なんかさ、この間、なんか視聴者が隠れてたとこあるんだけどさ、ここなんかここがさ、すげえんだよね、これ。ここさ、超ギリギリ。この辺でイカ潜伏できたんだよ、確か。あれ、できない。できそうなんだけどな。あれ、できない。この辺で結構、なんか、イカ潜伏、できてたんだけど、あ、やっぱできないのかな？なんかすっげえギリギリでイカ潜伏してたんだけどさ、視聴者が。え、なんなんだったんだろう、あれ。とりあえず隠れ場所探すけど、うわ、ないな、あんまり良さげなところ。なかなかむずい。ここの上とか登れない？な、登れないか、もうちょいジャンプ力が高ければ。うわ、少ないな、このマップ隠れ場所。まずい。まずまずまず。まずまずまず。ちょ、どうしよう。ちょ、パクリになっちゃうけど、ここに隠れます。うわ、結構少ない。待って、あ、始まっちゃう。この辺、この辺。おお、結構生きてんじゃないこれ。お、君って生きてる生きてる。これ浮いてるでしょ完全に。あ、これいけましたね。いいぞいいぞ。わ、これジリス側だったらいけるってことなのかな、わかんないけど。さあ、お兄さんは動き始めてます。ソイチューバー、しかも。え、ソイチューバー使ってんの珍しくない？インク効率のソイチューバーか。まあ悪い。塗りワークはすげえな。塗りすげえな。結構細かめに塗る感じで、こう横向きにね、こうパシパシパシって、横向きにパシパシやるタイプね、これ。だけど、これ、プフー見つかりそうじゃないこれ。結構、お兄さん、うわ、いいね。細かく塗ってるね。あ、向こう側いる。あ、こう、あ、ちょっと待って。やられるとこ見ちゃいました、サバさん。やられちゃったね。おめでとうございます。残りゼリーとサバさん、私サバさんと、あと、セイだね。セイが向こうにいますね、この辺。で、結構ゼリーがね、鬼から近いんだよね、これ。あ、結構やばくない？あ、まずくない？あ、まずい！あ、ちょっとまずい！あれ？バレてない？あれ？バレてない？ん？どこいる？今。お？あれ？なんかバレてないんだけど。あれ？ちょっと待って、なんか。あれ？おかしい。あ、バレた！見えてなかったのかな？なんか、ゼリーずっとなんか、ピチピチしてましたけど、なんか助けて、つって。いや、でもお兄さんしっかり見逃さずにね、ちょっと倒されちゃったね。さあ、残り1分20秒。サバさんとセイが今生き残ってます。ただ、いや、どうなんだろう、この塗り方だとワンチャン見つかんないんじゃないかなと思うけど、どうですかね。あの、これ1分10秒。ほら、待って、向こう側塗られてないじゃん、この向かい側。見て、ほら、見える？こっち来るね、こっち来るね。いいよいいよいいよ。うわ、怖い怖い怖い、マジ怖いマジ怖いマジ怖い。怖い怖い怖い。あ、ま、危ねえ。これガチを壊られたらやられちゃうかな。うわ、来た！やばい！やめてね！やめつつつつつつ、ああちょっと待って。ガチ叫びしちゃった。ガチホコなるのでガチ叫びしちゃいました。さあ、残りセイが残ってます。結構塗りすごいな、そういう YouTuber。 いいね。あ、そろそろセイの近くにお兄さん来てますけど、やるな。うわ、これ大丈夫か。おお、あ、え、これ見つかった？あ、マジで、そう、やるな。いや、うま、なんで若葉シューター使って私が見つけられない。なぜソイチューバーの君たちが見つけられるのですか？やばくない？ソイチューバー最強説あるよ、本当に。わ、マジか。
カニパン、全員キルおめでとうございます。え、もしかしたらさ、スプラスリー、初じゃない全員キル、かくれんぼで。もう最後ね、ワイプアウトされてかわいそうだったけどさ、え、マジでおめでとう、初かもしれない、本当に。すごい。はい、ということで今回もスプラテンクラブもやってみたわけなんですけど、いや、マテガイ放出量のちっちゃい隠れ場所、なかなか強いと思ってたけどね、これお兄さんが1枚上手だったね。これ初スプラ3でオールキル、これおめでとうございます、すぎますね、これ本当に。すごい、強かった。そういうチューバー割といいのかな、めちゃめちゃ立ち回りうまかったな。というわけで今回はこんな感じで、面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕のね、ツイッターアカウントでスプラトゥーンクラブ参加者募集しますので、参加したい方はぜひ僕のツイッターフォローしてチェックしてくれると嬉しいです。てなわけでまた見てくれると嬉しいです。ではバイバイ。